はい、どうも、デンです。さあ、今日もポケモンカード開封やっていきましょうということでね、今回ちょっと遅くなってしまったんですけれども、僕のチャンネルの700人記念ということで、マルコの、お店さんからですね、3000円の、以前開けた3000円のオリジナルパックがあったと思うんですけども、こちらを10口3万円分購入をさせていただきました。当たり枠はね、こんな感じ、出させていただければと思うんですけれども、やっぱりトップに、アローラの仲間たちが入っていたりとかっていうところで、高額なね、カードもかなり入っていますんで、気合い入れて開けていきたいと思います。それでは、やっていきましょう。はい、ということでね、開けていきたいと思います。相変わらずね、こんな感じで、メッセージをつけてくださってありがたいですね。ありがとうございます。さあ、ということで、今回ね、700人記念ということで、まあ皆さんのね、おかげでまあ700人、今720人ぐらいになりましたけれどもね、ちょっとね、記念のね、動画を撮るのが遅くなってしまったんですけれども、ここまでね、来させていただきまして、皆さんとね、楽しく日々やらせていただいておりますのでね、今回はね、まあちょっと高額なもので、皆さんと一緒に楽しんでいきたいというふうに思っております。ということで、一口目からいきましょう。一口目がこちら。はい。はい。電流 V の SR ですね。なるほど、電流 V でございます。3000円 SR 保証なので、こういうのを引き続けると、700人記念の動画なのに、大爆死するという結果になりそうな気はしますけれども、頑張っていきましょうということで、2口目ですね、2口目こちら。はいはい、ハガネイルですね。 CHR のハガネイルになります。あれ、これ持ってたっけ。あ、持ってるか。持ってますね。でも今度のね、診断のハイクラスパックで、今度は CHRにね、注目されたパックになるみたいな感じなんで、 CHR のね、カード集めたい、そして全部揃えたいっていう需要はね、高まる気がするんで、いいと思います。ハガネイルはね、いいですね。ということで、続いて3パック目いきましょう。3パック目がこちら。ほい。はい、バタフリーの SR ですね。バタフリー V の SR です。光がすごいな、神々しいこの辺だったらまだ我慢できる範囲になりますか。いきましょう。ということで、4口目ですね。4口目。いきましょう。せーの、ほい。はい。レッド&グリーンですね。いいですね。レッド&グリーン。まあ、この辺だと、ちょい、ちょいくらいかな。ただまあ、3000にはちょっと満たないかなっていう感じですけれども。やっぱね、このレッドとグリーン。でもグリーンはね、どうしても僕ちょっと呼び名がね、シゲルなんですよね。わかりますか世代の方。名前はちょっと、グリーンよりシエルの方が馴染みありません？グリーンよりシエル派だよって方はね、今すぐ高評価ボタンを押してください。ということで、行きましょう。5口目ですね。5口目、せーの、ほい。はい、ジュペッタ GX の SR ですね。なるほど、B レギュのカードが出てきましたね。そっかそっか。なかなかね、レギュ落ちした後の SR っていうのは比較的価格がつかないか、ないしはね、ものすごい高いかのどちらかなんで、ただジュペッタが高いイメージはちょっとないんですよね。すいません、僕の知識が浅かったらすいません。ということで、6口目ですか。6口目いきたいと思います。6口目がこちら。ほい。はい。踊り鳥 GX の HR ですね。踊り鳥、いいですね。この後ろがこの、なんつうか、っていうこの家紋みたいなマークになって彫られていますね。こうなんか HR のこの後ろの、あ、こうやって光当たるとね、後ろの感じはなんかすごくあれですよね、映えますね。映えるのかな自分で言うと、ちょっとなんですかね、僕基本動画投稿してる時の喋りに台本とかないので、思いついたことバカバカ喋っているので、全然何言ってんだこいつみたいなのがあったら、ぜひコメント欄で突っ込んでください。何言ってんだっつって。すいません。はい。1,2,3,4,5,6。7口目ですね。7口目行きましょう。7口目がこちら。ほいほいほいおいえおうおおええええレクーザ GX の HR ですね。これやばいよね。確か。ちょっと、状態見ましょうか。
相変わらずこの美容系 YouTuber みたいな形で、ピント合わせて見ていますけれども、いやこれめっちゃ綺麗じゃない？ちょっと僕ねこれを見るの別にあんまり得意ではないんですけど、これはめっちゃ綺麗な気がしますね。あー、レクサ GX の HR ですね。やばいぞこれ。ここ、あー、これはやばいですね。これやばいやつですよね。確かやばかった気がします。おー、これは嬉しいぞ。もうこれ帰ってきた説までない？3万円分帰ってきたまであるよねきっとね。いやもう帰ってきたと思ってもこれ開けていきましょう。1,2,3,4,5、 もう記憶なくなっちゃった。7,8口目ですね。8口目こちら、ほい。はい、カプテテフ GX の SR ですね。これも3000円だとちょっと足りないかなぐらいですかね。2000円ちょっとだった気がします。はい、ということで続いて9口目がこちら、ほい。はい、ネクロズマ黄昏のたてがみ GX の SR ですね。これはねちょっとねわかんないんですよね。そしてねネクロズマもですね、僕あのウルトラサンとウルトラムーンをやってなくて、サンムーンはやったんですけど、ウルトラサンとウルトラムーンをやってないんで、ちょっとねネクロズマがねなぜこんなにねあのルナーラとソルガレオにね寄生してるのかみたいなところの設定もちょっといまいちわからないっていったところなんでね、あのどなたかポケモン詳しい方ね、ぜひ教えていただければというふうに思っていたりします。ということで、9口最後10口目ですね、いきましょう。10口目がこちら、はい。はい、闇ラミ V の SR ですね。なんかこの辺に来ると騎士感があって、よかったりしますよね。はい、安心感でございます。ということで、10口開封を終了させていただきました。700人記念ということでね、10口上げさせていただいたんですけれども、結果としては十分ではないでしょうか。レックサ GX 出ましたしね。あとはレッド&グリーンとか。まあ、この辺が値段つく系のカードなのかなっていう気はしますけれども、何も書くにもやっぱレックサ GX が一番でしょう。いや、これはね、ちょっとさすがに怖いわ。ここまで引いちゃうと。やばいですね。久しぶりになんかこういう、なんか、なんですか、この圧倒的当たりみたいなカードを引いた気がします。圧倒的当たりっていうね。ごめんなさい。はい。元ネタが知りたい方は別の僕の動画も見てください。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。マルコのね、お店さん、とてもね、良いオリバヤさんですので、皆さんもぜひ覗いてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。